ゴルフの米女子ツアーに2022年から本格参戦している渋野日向子、25、が、もがいている。年間ポイントランキングの上位80位までに与えられる来季シード権を喪失、落ちるところまで落ちた。何かにチャレンジしていかないといけない、と悲壮な覚悟をにじませる。誕生日の11月15日付でインスタグラムを更新し、今シーズン、一足先に終了しました。1年間ずっと不甲斐ない結果が続き本当に悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。ファンらへの感謝とともに、満足な結果を出せなかった心の内を素直に綴った。自身のシーズン最終戦となった同9から12日のアニカゲインブリッジ、米フロリダ州は予選通過ラインギリギリで突破したものの、ショットとパットが噛み合わないまま61位に終わった、騒がしいし、安定しないゴルフが1年を通して続いた、と、ため息をついた。21年に米ツアー出場権を争う最終予選会を突破。ルーキーイヤーこそメジャー大会で優勝争いに顔を出して存在感を見せたが、2年目の今季は左手親指を痛めた影響も長引き、10位以内はわずかに一度。予選落ちが続くなど、コース上ではトレードマークの笑顔も失われていった。勝利は日本ツアーでの21年10月が最後。成績が伴わないため、取り組み続けているスイングの改造にも迷いが出ている、これだけは絶対に持っておきたいというものすら、わからない状態。それを見つける旅をしなきゃいけないし、作り上げないといけないかもしれない、と自分に言い聞かせる。シード権のない来季は、出場できる試合は限られる。置かれる状況は厳しくなるが、やっぱりここ、米ツアー、で勝てないと意味がない。やれる限りは挑戦し続けたい。闘志は消えていない。渋野日向子で注目度アップ山下美夢有も深く関わる、連続オーバーパーなし、記録。2023年シーズンの平均ストローク数で、女子ツアー史上初となる2年連続60台をマークした山下美夢有。60台のラウンドは全104年5月ラウンドで52回に達し、2ラウンドに1度のペースでマークし続けたことになる。シーズンを通して高確率でスコアを伸ばし、オーバーパーを叩かない2年連続女王のプレースタイル。そんな高いレベルでの安定感を裏付けるスタッツの一つが、オーバーパーなしの連続ラウンド数、だ。これには山下も密接に絡んでいる。これまでショットやパットに関わる主要スタッツと比べてフォーカスされることの少なかった数字だが、関心を一気に高めたのが2019年の渋野日向子だった。同年8月に海外メジャー、AIG 全英女子オープンで優勝し、当時ゴルフ界は渋野日向子フィーバーの真っただ中。快挙から1ヶ月後の日本女子プロゴルフ選手権。1R を終えた国内ツアー連続オーバーパーなしのラウンドが29に達し、アンソンジュ、韓国が2013年から1位を保持していた28連続を6年ぶりに更新した。これまで埋もれがちだったスタッツが、渋野日向子が記録に絡んだことで掘り起こされたわけだ。山下はこのスタッツに関し、自身初の平均ストローク60台を記録した2022年にアンと並ぶ歴代2位の28連続に到達。今季は6月、宮里藍サントリーレディス。1R から9月、日本女子オープン。1R までの間、プレーした 43.5 ラウンド連続でオーバーパーなしをマークした。ただし、8月、キャットレディース、最終ラウンド前の体調不良による棄権を挟んでいるため、公式記録では現在も渋野日向子の29連続が歴代1位となっている。なお、歴代4位は古江彩佳の27連続、2021年。5位は吉田由美子の24連続、2014年、6位は穴井ララ、2014年、シン・ジエ、韓国、2009年、フォン・シャンシャン、中国、2013年の23連続と続く。ちなみに、米国男子ツアー最多タイの82勝を誇るタイガー・ウッズは、2000年5月から翌年1月にかけて同ツアー歴代1位となる52ラウンド連続を記録。また、米シニアツアー、チャンピオンズツアーでは今年6月、スティーブ・ストリッカーが55ラウンド連続を達成し、現地では、ウッズ超えと報じられた。